明けましておめでとうございます。まれでございます。今年の抱負は、たくさんの目標を持ってたくさん達成する。目標がなんかよくわかんないんだけど、目標小さな目標をいっぱい作って、どんどん達成することをします。今年は数をこなすということでね、一発目、ちょっと面白いアイテムが届いたので紹介しようと思います。ジェレン、なんて書いてあるんでしょうね。開けてみます。1000円ぐらいでした。これはですね、てれー、なんでしょう。これは鼻毛カッターですね。僕鼻毛生えるの早いんですよ。ちょっと油断するともうすぐ鼻毛出てるよって言われちゃうんで、鼻毛カッターが欲しかったんですけど、なんか巷に出回っているのはもうモーターの電池のやつしかなくて、ちょっと怖いんですよね。もうなんか電池がなくなってきて、なんか引っ張られて血まみれになったみたいなことを聞いたことあるんで、なんかいまいち手が出せず、そんなに高くもないのに、なんか怖くて、なんで、手動があるっていうことを知ってそれがこれです。水洗い OK、 なかなか良さげでしょう。こうやってってやると鼻毛が取れると。まだ試してないんだけど、こんなんもありますよっていう。でもこれで1000円とかいいんじゃない。なんか2000、3000円のやつも同じ感じのであったんだけど、その値段の違いが僕には1個分かったんで、まあ、とりあえず安い方。これで電池切れでなんか鼻毛が引っ張られて血まみれっていうことはなさそうです。ってことで、今年の一発目は鼻毛カッターでした。じゃあ皆さん、今年も一年、ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。まあ、皆さんの一年が良い一年になりますようにね、祈ってまいります。ではまた、よろしくお願いします。